しませんってことなんで、料金は930円です。力になったと思います。ありがとうございます。そしてもう一方の、今日就職試験があって緊張しているというみかんさんへの、アドバイス。つくば市の茨城県、つくば市の学生の18歳女子のりょうさんからいただきました。初めてメッセージを送ります。ありがとうございます。どうすればうまく話せるかというお悩み。私は大学の受験や面接、バイトの面接など緊張して自分でも何を言ってるか分からなくなる時がありました。その時落ち着いて話せるようにと心がけたのは、これにだけかけているわけじゃないと自分に言い聞かせることです。これがダメだったらどうしよう。どうしてもしっかりやらなくてはダメと思うからガチガチに緊張して話せなくなる。私の場合、受験の面接の時、ここで大学に落ちてもあなたは絶対最終的には幸せになるから大丈夫と母が言ってくれて、そのおかげでだいぶ落ち着きました。考え方を変えるだけで意外と楽しく話すことができるかもしれません。そうですね、これがこれだけだっていうふうに確かに思うと自分を求めますからね。これは私も賛成です。三河さんどうでしょうか。参考になるでしょうか。ではこの後はですね、お知らせ、そして銀座美人です。今週は銀座7丁目ブラッセリーヨシを訪ねています。ねえねえ旦那さん、病院で禁煙治療したんだって。そうなの。思ってたより楽に禁煙できて本人が一番びっくりしてるの。うちの旦那も禁煙したいって言うんだけど、まだ吸ってるのよ。病院で聞いたんだけど、タバコがやめられないのってニコチン依存症が原因かもしれないんだって。ニコチン依存症。禁煙外来ならお医者さんのアドバイスと飲み薬や貼り薬などで禁煙治療が受けられます。旦那に勧めてみようかな。お近くの禁煙外来はすぐ禁煙で検索。ファイザー秋元紗友香です。今が知る時、ちゃんと法令、家族で語ろう島のこと、イベント開催、ご来場お待ちしてます。10月19日日曜日、会場は新所沢パルコ。スペシャルサポーター秋元紗友香さんもビデオ出演。詳しくは東京 FM のホームページで。石井工務店の家は冬暖かく夏涼しい、温度差のない世界水準性能を実現した家。最新の住宅設備が自由に選べるグリーン調査システム。女性ならではの目線と感性で理想の空間を実現します。女性が考えた女性のための家、石井工務店。